ございます。あ、123ピーちゃんおはよう。おはようございます。大丈夫？あ、ちょっと遅れてしまってすいません。大丈夫です。強がり体温計さん、おはぴーちゃん、おはぴーちゃんよろしくお願いします。ぴーちゃんさん、おはよう。おはようございます。元気になった？そうですね、まだ鼻がちょっとあれなので途中鍵に行っちゃうかもしれないんですけど、まあ元気です。モーモーさん、ピーちゃんおはよう。おはようございます。よろしくお願いします。あ、トモさんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。遅れてすいません。10分ぐらい遅れちゃったんですけど、ちょっと準備が長引いてしまって。123、掃除機かけてる？わら、かっこ大丈夫だよ。あ、掃除機ではなくてヒーターというか、なんだろう、あったかいやつつけてますせいじさん、ぴーちゃんおはよう。おはようございます。待ってたよ、ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっとすいません。ああ、たくさん星投げてくださってありがとうございます。おはようございます。星投げてくださってありがとうございます。ちにさん、あ、もーもーさん、後ろの iPad に正面の窓が映ってるよ。ありがとうございます。じゃあちょっと隠しますね。確かに映ってる。どうしよう、カーテンを。すみません、映んなくなったかな。はい、カーテンを閉めました。123、今日は冬らしいニットだね。あ、そうですね、今日シャギーニットで、前も着たことあるんですけど、このハリネズミがいますティーちゃんさん、お水用意している？適度に喉を潤してね。あ、ありがとうございます。お水用意してますここにありがとうございます。もーもーさん、よく見えるようになったよ。あ、よかったです。ありがとうございます。ちにさん、なんか新鮮だった窓。あ、そうですかちょっと反射しちゃった。ちにさん、ハリネズミだ。あ、そうです、ハリネズミ。じゃあそのままファッションチェックやっちゃおうかなって思います。このニット、シャギーニットのハリネズミが書いてあるのに、このこういう赤のロングスカートで、ザ冬っていう感じです。ウッピーさん、めっちゃかわいい。あ、ありがとうございます。嬉しいですせいじさん、今日もちょっと鼻声だね。あ、そうですね、若干鼻声すいません。大丈夫？大丈夫です自分は風邪ひいちゃいました。あ、そうなんですね。お大事にしてください。最近季節の変わり目で
風邪とかひきやすいし、私も鼻水が 出ちゃうのでちょっと気をつけてください。お大事に。ピピジーさん、おはよう。おはようございます。よろしくお願いします。123、その色は初めて見た。あ、そうですか。この赤のチェックスカート。マンモーさん、冬コーデいい。あ、ありがとうございます。嬉しいです。ティーちゃんさん、チェック柄のスカートだね。あ、そうです、チェック柄、結構分厚くて冬って感じのスカートです。てくださってありがとうございます。モンモンさん、どこのブランドが好きなの？ブランドは基本ザラキッズとかでよく買うんですけど、あとはこのスカートとかはハニーズっていうブランドで、あとはなんだろうな、どこだろう、あとはピンクラテとか、そういうなんだろう、女子小中学生ぐらいのブランドとかも結構来ます。せいじさん、ピーちゃんいつもおしゃれ。あ、ありがとうございます。おしゃれももっともっと頑張っていきたいなって思います。123、ブランド名ついていけない。あ、ブランド名結構、そうですね、まあ、うん、いろいろありますしね。私も全く知らないブランドも結構というか、全く知らないブランドがほとんどなので全然大丈夫だと思います。ピピジーさん、50、鼻声終わり。ありがとうございます。ごめんなさい、なんか。見てくださってありがとうございます。もう完全に街はクリスマスですよね。クリスマス。ティーちゃんさん、ザラ。あ、そうです、ザラです。聞いたことある。あ、よかったです。ザラは結構なんだろう、海外のブランドだから、あの、かっこいいというか、まあ可愛いのもあるんですけど、そういう感じですかね。ピピチーさん、花声ピーちゃんもまた良きです。ありがとうございます。花声早く直したいけど、そう言ってもらえると嬉しいです。123、実は先日渋谷に行った時に一人でフラッと109を覗いてきました。ああ、そうなんですね。109、渋谷あんまり行かないので、109羨ましいです。あの、ザラを、ザラキッズをよく着るんですけど、私中学2年生なんですけど、同年代の子とかはもうみんな大人用着てたりするんですけど、私身長が152センチでまだ低いので、なんか入らなくてですね、あの、入らないというか着れなくてですね、ブカブカで。だから、そうですね、あの、早く着れるようになりたいです。でもなんか
お父さんは170センチ以上で、お母さんも162、3ぐらいなので、結構いいとこまでは行くかなって期待してます。じゃあそろそろ自己紹介をしたいと思います。これが言ったら言います。はい、自己紹介します。ガールズバンドオーディションのエントリーナンバー443番です。あだ名はピーちゃんです。茨城県出身です。152センチの中学2年生の13歳です。将来の夢はシンガーソングライターになることです。応援よろしくお願いします。せいせいさん、パチ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 ありがとうございます。自己紹介だけだけど、ティーちゃんさん、パチパチパチありがとうございます。モーモーさん、ところで今 F ブロックの5位だけど1位への自信は？あー、そうですね、うん、1位目指して頑張ります。ちょっと昨日全然1日朝しかできなかったのでチャンスを逃しちゃったんですけど、まあここから挽回して1位目指して頑張りたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。頑張ります。123、ハロウィンのコスプレ4キッズは少しきつかったかな？そうですね、うん、ちょっときつかったぐらいでだったんですけど、私なんだろう、どっちかっていうとゆるいよりピタッとしてた方が好みなので、あれぐらいはちょっときついけど、あれぐらいも全然悪くはなかったかなって思います大人用だともうバーンって大きくなっちゃうので頑張って140きました。おこがまさん、あなたフラミンゴ。私フラミンゴせいじさん、今回はランキングが常に出てるからドキドキだね。ああ、そうですね、本当にランキング常に出てるから、うん、本当にドキドキですもーもーさん、二次予選の配信は11月23日過去金曜までだよね。あ、そうです、金曜までです。123、小魚ちゃんも同じコスプレだったね、びっくり。あ、そうですよね、本当に小魚さんも同じだったし、あとそう、乃木坂の山崎怜奈さんも同じコスプレだったので、すごいびっくりしました。人気なんですね、結構。見てくださってありがとうございます。はい、じゃああ、そうだ、この
ライブ予定が多分今18時からしか書いてなかったと思うんですけど、10時からを書くのを多分逆にしちゃったんだと思うんですけど、そしたら先に出てこなくなっちゃって、ちょっとライブ予定がへんてこりになっちゃったんですけど、ごめんなさい。せいじさん、朝はい、あ、123、ピーちゃんのセンスを感じた、あ、ありがとうございます、嬉しいです。せいじさん、朝配信は何曲くらい歌う予定ですか？あ、朝配信は4曲やりたいと思います。はい、じゃあそろ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 1曲目をやりたいと思いますので、ギターを取っていきたいと思います。じゃあチューニングをしながらコメントも返していきたいと思います。123、二次予選の配信はスタートダッシュ期間と比べたらあっという間だろうね。そうですね、本当にあっという間ですね。たった5日17からだから17、18、19、20、21、22、23、あ、1週間だあれ1週間弱ですね。あっという間だと思います。多分あ、ソルさんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。結構見逃した。あ、そうです。あ、ありがとうございます。 ありがとうございます。なんだろう、待ってました今日ちょっと遅れちゃったんですけど、はい、始めてから15分ぐらい経ってましたこんにちは、よろしくお願いします。12時までやるのでぜひ。チューニング完了です。じゃあちょっとお水飲みたいと思います。はい、すいません。はい、じゃあ1曲目はオリジナル曲のスクールデイズという曲です。この曲は題名の通り学校の歌です。はい、じゃあ歌いたいと思います。スクールデイズ、いつまでも一緒にいるわけじゃない、だからこそ今の時間大切にしたい。スクールデイズ、大声で叫ぼうか、青春しようか、 Because it is a fun teenager、 はじけよう。スクールデイズ、今日もテスト勉強頑張ってる深夜まで、思わず歌ったね、親に起こされた。いつまでも
大切にしたい。スクールデイズ、勉強も部活も恋も全部走り出したら止まらない。どこまでもスクールデイズ。ありがとうございました。なんとか歌いました。あ、ティーちゃんさん待ってました。あ、ありがとうございます。嬉しいです。昨日はちょっと思うような声が出せなかったので、はい、今回がちゃんと万全には言ってないんですけど、なんとか歌いました。あ、123、曲名と歌詞本当に本当にありがとうございます。いつもすごく助かっています。ありがとうございます。ケータリトルアイランドさん、ピオチワピオチワ時間ないからカウントだけにするね。あ、ありがとうございます。それ本当に嬉しいです。ありがとうございます。123さん、パチ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 、ありがとうございます。ティーちゃんさん、いや最高にいいよありがとうございます。嬉しいです。ももさん、コンディション万全じゃない中よかったよ。あ、ありがとうございます。嬉しいです。明日まではあ、明日というか夕方にはもっともっと万全にしたいと思います。せいぜさん、やっぱピーちゃんの歌は癒され、歌には癒されます。風邪が少し治ったわら、パチ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 ありがとうございます。風邪良くなったなら良かったです。お大事にありがとうございます。ママラさん、おはようございます。あ、おはようございます。出先なので星だけでごめんなさい。あ、全然本当に嬉しいです。ありがとうございます。ケータリトルアイランドさん、パチ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 、ありがとうございます。たくさんのパチパチ嬉しいです。ありがとうございます。じゃあギターをちょっと置いていきたいと思います。くださってありがとうございます。あ、そうだ、このピーちゃんっていう名前なんですけど、なんでピーちゃんにしたかっていうと、私はまだカゴの中の鳥だと思ってるんですけど、このオーディションでカゴから外に出て羽ばたいていけるような、あ羽ばたいていけるような人になりたいなって思ったので、ピーちゃんにしましたちょうど書いてくださってるケータリトルアイランドさん、羽ばたけピーちゃん、羽ばたけピーちゃんピヨピヨじゃありがとうございました。バイバイ。チニーさん、羽ばたけピーちゃん、羽ばたけピーちゃんありがとうございます。羽ばたきます。モーモーさん、ピーちゃんは名前決めもアーティスト感がありがとうございます。そんなことないですけど、そうですね、ちゃんと意味のあるものにしたいなと思ってこういう名前にしました。
ソルさん、パチ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 。あ、ありがとうございます。ロンリーボーイさん、ピーちゃん、ごめんなさい、私のこと叱ってください。え、どうしたんですか、どうしたんだろうダメでしょ。何が起こったかわからないけどどうでしょピーちゃんさん50、ピーちゃん完了。あ、ありがとうございます、嬉しいです。モーモーさん、羽ばたけピーちゃん、羽ばたけピーちゃん。この予選は各ブロックの1位だけが決勝に行けるの？あー、各ブロックなのかな。あ、予選は多分1位だけ、うん、ちょっと見てみますね。1位だけじゃない気もするんですけど、ちょっとよく理解ができてない。ですね、あの予選は上位3名、いや予選はなんか特に書いてなくて、決勝の上位3名と審査員賞は最終審査に行けるんですけど、予選も3位までなのかな、ちょっとよく理解ができない、できてないんですけど、調べておきます、すいません。あの分かったら教えますむすみむさん、おはよう、おはようございます、よろしくお願いします。もーもーさん、今のダメでしょ、かわいいありがとうございますむすびーむさん、3位までじゃなかったかな。あ、3位までなのかな3位までだったと思う気がします、調べておきます。けいさん、おはです。あ、おはようございます、よろしくお願いします。一時通過おめでとうございます。あ、ありがとうございます、本当に皆さんのおかげで通過することができました、本当にありがとうございます。ルンママさん、ピーちゃん今日も可愛い。あ、ありがとうございます、嬉しいですウスビームさん、1位通過すればいいじゃん。そうですね1位通過すればいいですね、そうすれば絶対いけるはい、1位通過目指して頑張ります。ロンリーボーイさん、ピーちゃんのこと推しているのにルームフォロー外してしまったので、一時審査通過気づかなかったので。あ、そうだったんですね。いや全然大丈夫ですよ。あ、そうだったんですね大丈夫です私怒ったことがなくて、そう、多分喜怒哀楽の度が多分ない、あると思うんですけど、度は表に出したことがあんまりないので、その怒り方がわからないというかましては年上の、多分年上だから、年上の方に怒るなんて本当にできないんですけどすいません、全然大丈夫です。モーモーさん、そうだ、とりあえずブロック1位を目指そう。あ、そうですね、本当にブロック1位を目指して頑張ります。毎日、23日まで毎日配信するので、はい、頑張ります。123、ブスビームさん、それ、あ、本当ですよね、本当にすごいはい、
1位目指して頑張ります。ロニーボーイさん、ピーちゃん推しとして失格ですから叱ってください。そうですか、そこまで言うなら。じゃあどうしよう。じゃあさっきと同じでダメでしょう。全然ダメじゃないんですけど。ありがとうございます。ピーちゃんさん、ピーちゃんに投げる星を集めてくるね、待っててね。ありがとうございます、嬉しいです、待ってます。ありがとうございます。ソルさん、予選通過者各予選ランキング上位3名ずつ決勝イベントへエントリー。そうだったんですね。わざわざ調べてくださってありがとうございます。ありがとうございます。そうだったんですね。じゃあ3位までですが1位を目指して頑張ります。123、ドア溜めすぎないように気をつけてね。頑張ります。溜めすぎないです。でも私なんだろう、一回寝たらリセットされるというか、結構そうですね、一回なんかちょっとモヤモヤってしても寝ちゃったらおはようみたいな感じになるので全然溜めてない方だとは思います。でも気をつけます。K さん、天使か。ありがとうございます。天使さん可愛いですよね。ピーちゃんに似てるし鳥に似てますよね。なんかこの羽がある感じとか。ムスビームさん、自己紹介 PC はいい感じで、いい感じだね。親が作ってくれて、パワーポイントで作ってくれました。モーモーさん、ソルさん、情報ありがとうございます。本当にありがとうございます。おかげで今ここで言うことができました。ルンママさん、ルンママの娘もピーちゃんのファンです。ファンですよ、応援してます。本当ですか、嬉しいです、ありがとうございます。ぜひ娘さんにも伝えて、ありがとうございます。嬉しいです、頑張ります。ムスビームさん、路上ライブを見てみたいけど最近の予定はありますか。ここは個人情報は言うことができなくて、肝心にショールームでのピーちゃんとしか言えないので、路上ライブのやってるんですけど、路上ライブのこととかは言えないので、すいません。ごめんなさい。 K さん、今日はスクで歌いますか。ちょうどですね、さっき1曲目で歌っちゃったんですよ。すいません、さっき歌っちゃった。まだあと19、20、21、22、23と5日あるので、絶対歌うので、ぜひ見ていただければと思います。サルさん、特典のところに書いてありました、わかりにくい。特典のところに書いてあったんですね、ありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。ムスビームさん、了解。そうですね、はい、言えないんですけど頑張ります。モーモーさん、おー、ピーちゃん大人なコメントや。そうでしたか。ありがとうございます。どんどんトークも上手になっていけるように頑張りたいと思います。
123リアリティ番組の隠し撮りでピーちゃんを怒らせた人の勝ちなんて企画できそう。隠し撮り。なんか私ドッキリされたことがなくて一度も人生で。そうですね。どれぐらいだったら怒るんだろう。でもなんだろう、うん、怒り方を知らないですよね。でも楽しそう。なんかドッキリとかされてみたいなって思います。あ、これ言っちゃったらどうなっちゃうんだろう。面白そうですね。もーもーさん、123その企画見てみたい。そうですか。ぜひぜひやってみたら面白そう。おだだなを怒らせるって番組やってたね。あ、そうだった、そうでしたね。なんか楽屋であれですね、なんかこう4人ぐらいで怒らせて、いつ怒るのか。でもなんか結局怒らなかったですよね。おだだなさん本当に優しいから、すごいなって思いました。 K さん、フラグ立ちました。フラグって何でしょう。フラグ、何のことだろう、教えてください。すいません。あ、じゃあそろそろモノマネやろうかなって思います。あ、ドッキリのフラグ立ちました。あ、ドッキリのフラグが。あ、ありがとうございます。言っちゃった。もし合格したらされちゃうかも。でも面白そうですよね。123は実は私副審査員なんですよ。現在6位にいます。え？あー、そういうことか。審査員だったらされちゃうかも。面白い。審査員がいたら。審査員の方はいつも6位に現れます。え？そうなんですか。審査員の方にアピールできるように頑張ります。Kさん、Pちゃん合格です。ありがとうございます。あ、ちょうど6位にいる。ありがとうございます。サルさん、審査員が来るといつも6位の席だもんね。あ、そうなんですね。へえ、初めて知りました。へえ。 TMI さん、ピーちゃん久しぶり。あ、お久しぶりです。あ、あれですよね、トゥーマッチアイディアさんですよね、多分。このひよこが覚えてます。ウスビームさん、ピーちゃんの好きな音楽ジャンルはありますか？好きな音楽ジャンルは基本 J-POP で、あとは坂道
グループの、乃木坂46さん、欅坂46さん、ひらがなけやきさんが好きです。みわさん、シンガーソングライターのみわさんとかも、というかみわさんにすごく憧れています。はい、音楽ジャンル基本 J-POP ですね。でもなんかいろんな曲を聴くようにしてます。アイマンさん、ハロー、グッドモーニング、グッドモーニング。 You are so かわいい。あ、嬉しいです。 Thank you Thank youモーモーさん、昨日の朝に審査員来てたね。あ、そうです、来てました来てましたよね。最初の最初に来ててびっくりしました。123、そういえばピーちゃんのところにはまだ来てなかったね。あ、そう、昨日の朝にちょっとだけ来てくださって、はい、びっくりしましたでもそれ以来というか今日2回目だけどまだ来てくださってないですTMI さん、はい、私です。覚えてくれてありがとう。あ、よかったです、覚えてましたお久しぶりです、ありがとうございます、見てくださって。ムスビームさん、アイドルさん現場とかライブに行ったりしますか？ライブはまだ行ったことなくて、坂道グループさんのは行ったことがなくて、で握手会は9月に行われた全国握手会、乃木坂さんの全国握手会には行きました。そこで西野七瀬さんが推しなんですけど、西野七瀬さんと握手できて、でその1週間後ぐらいに卒業発表があって、すごいびっくりしたんですけど、すごく可愛かったです本当にびっくりしました、可愛くて。でも会えてよかったなって思います。ポエミさん、ピーちゃんですキラキラしてます、応援してますね。あ、ありがとうございます。キラキラしてたらよかったです、ありがとうございます、頑張ります。くにけんさん、おはような、おはようにゃ、おはようにゃよろしくお願いします。123、昨日の朝は寝ぼけてたので審査員のことを覚えてなかった。あ、そうだったんですね、来てましたびっくりしたけど嬉しかったです。せいじさん、推し集めから戻ってきたよ。あ、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。ももさん、あ、たま、ありがとうございます、本当にありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。けいさん、洋館メイド、欅とお揃いでしたね。あ、そうですね、お揃いでした、小魚さんとか、あと佐々木久美さんが来てたんだっけな、佐々木さんだった気がする、小坂野さんは覚えてます嬉しかったです、お揃いでマスビームさん、握手会ではドキドキしましたか？楽しかったですか？あ、すごいドキドキしました、
あと少しで会えるんだと思って本当にドキドキしてました。楽しかったです。本当に本当にもう一瞬で何も話せないかったんですけど、見れただけで、実物を見れただけで本当に幸せでした。ケイさん、ありがたわです。あ、本当にありがたわです。ありがとうございます。ヒートテックが見えちゃってる。ありがとうございます。一二三、モーモーさんタワーだ。あ、本当にありがとうございます。嬉しいです。ルーママさん、ピーちゃんの I can we can do it 聞きたい。あ、ありがとうございます。ですね、今日4曲目にやる予定です。まだ1曲しかやってないけど、はい。じゃあそろそろ2曲目いきたいと思います。2曲目はファーストスノーというオリジナル曲なんですけど、新曲です。はい、ピアノで弾きます。スポーティー G さん、アンニョン、アンニョンよろしくお願いします。一二さん、あ、時間書いてくださってありがとうございます。じゃあそろそろ、そうですね、そろそろやります。クニケンさん、50人、あ、ありがとうございます。嬉しいです。ケイさん、新曲来た。あ、そうですね、新曲頑張ります。昨日一回やったんですけど、ちょっとあんまりだったので今日撮り直して頑張りたいと思います。123ファーストスノー、やった。あ、ありがとうございます。頑張ります。ももさん、新曲ファーストスノー楽しみ。あ、ありがとうございます。嬉しいです。じゃあお水を飲んで後ろに行きたいと思います。じゃあ後ろに引きに行きます。あ、せいぜさん、新曲待ってました、楽しみ。あ、ありがとうございます。頑張ります。はい、それではやりたいと思います。ピアノで弾きたいと思います。ファーストスノーというオリジナルの曲です。ちょっと三拍子のワルツな感じで、大人っぽい感じにしてみました。聴いてください。ファーストスノー。
はい、この曲はセブンスとかを結構使ってなんか三拍子で今までの私の曲のジャンルとは違う曲を作ってみたいなって思ったのでこういう感じにしてみました。じゃあ、そうだ、このピアノは電子ピアノなんですけど、電子ピアノでもなんだろう、軽めの、鍵盤も少ないやつなんですけど、これだとペダルがなくて、軽い音になってしまうんですけど、いつかちゃんとしたピアノで皆さんに披露できたらいいなって思います。じゃあ、向こうに行きたいと思います。たくさんありがとうございます。あ、ももさんパチパチ、あ、ありがとうございます。あ、花束ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。あ、123、あ、曲名書いてくださってありがとうございます。クリスマス時期の CM に使われてそうな完成度、あ、嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいです。あ、ゆうりまる推し、あ、おはようございます、おはようございます、よろしくお願いします。ピーちゃんです。ガラガッターさん、今日は TMI の誕生日です。あ、そうなんですね、 TMI さんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。素敵な一年にしてください。おめでとうございます。123パチ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 、あ、ありがとうございます。ももさんパチ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 、ありがとうございます。けいさんパチ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 、ありがとうございます。ティーちゃんさん、パチ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 、ありがとうございます。コニケンさん、パチ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 、ありがとうございます。センスさん、高音が心に響きます。パチ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 、あ、嬉しいです。ありがとうございます。ヘイメタルさん、パチ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 、ありがとうございます。ケイさん、移動する前に言うのが好きです。移動する前にパチパチ、あ、何のことだろう、教えてくださると嬉しいです。移動する前に言うのが好きです。あ、そういうことか。あ、移動する前にここでここでちょっと余韻を味わって言ってます。ちーちゃんさん、星投げるね、あ、ありがとうございます、嬉しいです。もーもーさん、ちょっぴり切ない、でもふんわり温かい冬の名曲や、あ、ありがとうございます。皆さんの心を温められるような曲にできたらいいなって思います。ウスビームさん、いい感じだね、あ、ありがとうございます、嬉しいです。うん、ママさん、新曲最高、素敵です、かっこ娘。あ、ありがとうございます、娘さん。ありがとうございます。嬉しいです。くにけんさん、これもいい曲だにゃ、あ、ありがとうございます、嬉しいです。あ、アメリンゴ、リンゴですよね、これ。アメリンゴさん、歌声も曲も素敵でした、あ、ありがとうございます、嬉しいです。ソラさん、パチ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 、乃木坂の曲作ってる杉山勝彦のみたい、いい曲ですね。あ、そうだ、そうでしたか。ありがとうございます、嬉しいです。
ありがとうございます。そんな全然あの全く及ばないけど嬉しいですありがとうございます。強がり隊 OK さん、新曲ありがとうございます。あ、ありがとうございます。こちらこそ聞いてくださってありがとうございます。ももさん、 TMI さん、ハッピーバースデー。あ、ハッピーバースデー、本当におめでとうございます。 TMI さん、ありがとう。ピーちゃん、ガラクタさんも、あ、ありがとうございます。本当におめでとうございます。一二三、 TMI さん、おめでとうございます。あ、おめでとうございますてくださって本当にありがとうございます。あ、そうだ、モノマネをしていなかったのでモノマネをしたいと思います。あ、ウスビームさん、何よりピーちゃんの笑顔が素敵ありがとうございます。笑顔でポジティブスマイル愛で頑張りますサルさん、あ、もう3位になってますね。押し投げします。あ、本当だ、3位。あ、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。星投げもしてくださるということで本当にありがとうございます。嬉しいです。123さん、この曲はいつ頃作った曲なの？あ、ですね、この曲は31日にスタートダッシュイベントが終わったんですけど、その間から17日の間ぐらいまででなんとか完成させた曲ですそうですね、ファーストスマ、はいももさん、杉山勝彦さんとは最高の褒め言葉。あ、本当です、本当にすごい嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと作者さん、杉山勝彦さんが作った曲がいまいち把握できてないんですけど、作者さんあんまり知っていないのでわからないんですけど、でも乃木坂の曲を作ってるって本当にすごいことなので本当に嬉しいです。ありがとうございます。一二三、そんな短期間でびっくり。あ、そうですねいやー、そんなことないですけど、でもまあもっと早くできるときはできるんですけど、この曲は結構まだ修正したいなって思ってるので、はい、もっと修正していい曲にしていけたらなって思います。ももさん、ぴーちゃん本当に才能あるね。いや、そんなことないです。全然才能じゃないんですけど、本当に努力して頑張っていきたいなって思います。せいじさん、そんな短期間で作詞作曲できるなんてすごい才能の塊だありがとうございます。本当に嬉しいです。なんかはい、短期間で、はいでも結構早くできちゃう曲もあるんですけど、この曲は歌詞とか考えるのは結構時間はかかりました。ルンママさん、3位やばい、家族全員で応援してます。あ、ありがとうございます。嬉しいです、家族全員で嬉しいです。ありがとうございます。頑張ります。皆さんの期待に応えられるように頑張っていきたいなって思います。ウスビームさん、激しいノリの曲はどうかな、ピーちゃん。あ、激しい感じの曲もちょっと作ってみたいなって思います。今ちょっと
DTM とかで作曲中です。アップテンポの曲を作曲してみたいなって思って作ってます。もんもんさん、制服のマネキンとかいくつもあるよ。あ、そうなんですね。すごい。あんまりあの作曲者の方に注目していなかったので、すごくすごいですね。すごい、教えてくださってありがとうございます。すごい。123、クリスマス時期の定番曲になりそうな予感。あ、本当ですか、ありがとうございます。定番の曲にしていけたらいいなって思います。もんもんさん、君の名は希望の名作ですね。あ、君の名は希望も、君の名は希望も本当に大好きです。大好きな曲です。そんな方って言ってもらえるなんて本当に本当に嬉しいです。まだ、いや全く全然及ばないけど本当に嬉しいです。ありがとうございます。クラマさん、こんにちは。あ、こんにちは、よろしくお願いします。TMI さん、DTM の曲楽しみ。あ、ありがとうございます。早く作りたいです。頑張ります。ソルさん、あとはきっかけ、さよならの意味かな。あ、そんな、すごい、すごいですね。本当にすごい、ありがとうございます、教えてくださって。本当にいろんな曲作ってるんですね。本当にすごい。うぐうさん、340 とはどういう意味ですか、教えてください。どういう意味だろう。ちにさん、もーもーさん、さすが坂組オタですね。あ、本当にもーもーさんすごいですね。ソルさんもすごい、本当にすごいです。ありがとうございます。さすが。ウスビームさん、バンドとなるといろいろな曲調が要求されるかなと思ったよ。あ、そうですね、本当に確かにバンドだといろんな、いろんなのを作ると思いますよね。本当にすごいなって思います。はい、いろんな曲調を作っていきたいと思います。頑張ります。山本くん、おはぴー、おはぴー、よろしくお願いします。うぐうさん、ごめん、誤爆、カウントで間違っただけです。あ、そうなんです、そうだったんですね。大丈夫です。はい、ももさん、坂組と48グループ大好きです。あ、やっぱり。本当にすごくすごいですよね。すごい、いつもモノマネとかした時もすぐにあれだよねって言ってくださるので、本当にもーもーさんすごい、さすがだなって思います。123、幸せの青い鳥のうぐうさん降臨。幸せの青い鳥、確かにピーちゃんなので嬉しいです。ウスビームさん、ロック系の曲も似合うように頑張ってね。あ、ありがとうございます。そうですね、ロック系もまだ全然詳しくないけど、やっていけるようになったらいいなって思います。
青き草原の狼さん、プロデューサーさんって真面目なんだね、怖い人なんだ。プロデューサーさん、え、真面目そうだよね、恐怖の象徴だよね。え、プロデューサーさん、いろんなジャンルを知っていろんなことに対応していけるように頑張りたいと思います。サルさん、自分はラストアイドルとイコールラブも好きです、ブブラストアイドルさんのあの番組も見てます。ラスアイよろしく見てます。すごいあの面白いですよね。イコールラブさんはまだあのあんまり見たことないんですけど、見てみたいなって思います。見てみます。青き草原の狼さん、切羽詰まる男だと恐怖だねプロデューサーさん、事件織り込み、事件織り込みどういうことだろう、わからないけどどういうことだか教えてくださると嬉しいです。123難しい、あちょっと難しいけど理解できるように頑張ります。はいウッピーさん、初めて作曲したのはいつですか。あ、初めて作曲したのは小学校4年生の時の自由研究で、あの夏休みっていう曲を作って、本当に童謡みたいな曲なんですけど、それを初めて作りました。ひでぼうさん、ぴーちゃん久しぶり、あ、おはようございます、お久しぶりです。チキンが仕事、わら確かに、なんだろう、いろんなこう話題を呼んでいくことが大事ですよね。なんか話題を作ると結構すごい盛り上がるなって思います。これは123、これはなんだろうムスビームさん、ゲンガールズバンドのバンドメイドさんの YouTube を気が向いたら見てくださいね。あ、バンドメイドさんは前もなんか教えていただいて、あの見てみたんですけど、すごくかっこいいなって思いました。はい、いろんなガールズバンドさんとかもっと見ていきたいなって思います。うぐーさん、ぴーちゃんこんなに手こずると思ってなかった、フォローしたので応援できると、応援できるときするね。あ、あ、フォローしてくださってありがとうございます。あの頑張ります。青き草原の狼さん、困らせちゃった、いや全然そんなことないです、私の理解力がまだまだ足りないだけなのでいろんなことを理解できるように頭をフル回転させて頑張ります。カラバさん、あ、ハートありがとうございます、嬉しいです。ユーマさん、今まで何のオーディションを受けましたか。あ、オーディションは1回だけ、今年の夏に坂道合同新規メンバーオーディションに受けました。三次審査まではありがたいことに行かせていただきました。はい、
最終審査には行けなかったんですけど、すごくいい経験ができたなって思って、それの悔しい気持ちもこのオーディションで頑張っていきたいなって思います。あ、ちょっとごめんなさい、あんまり分から、青き草原の狼さんごめんなさい、あんまりなんだろう、そうですね、分からないのでごめんなさい123、モノマネはやったんだっけ？あ、モノマネまだやってなくて、やりたいと思います。はい、じゃあモノマネしたいと思います。じゃあひらがなけやきさんの太ったスティッチのモノマネをしたいと思います。はい、いきます。スツッツですはい、はいモノマネしました、ごめんなさい飛ばしてしまって。くにけんさん、おりょ、坂道受けたってピーちゃんダンスもできるのかにゃ。あ、ダンスはやりました。乃木坂さんの裸足でサマーを踊りました。でも全然うまくないですゆうまさん、自己 PR とか何しましたか？自己 PR は DTM、 DTM っていうパソコンの作曲があるんですけど、それをこう見せながら歌って歌いました。そういう感じで自己 PR しました。ニノさん、こんにちは、茨城の子だね。あ、そうです、茨城県出身です、ごめんなさい。ひでぼうさん、50カウント終了。あ、ありがとうございます。ニノさん、なんだってって方言言わない？私方言あんまり使わなくて、でも方言かわいいですよね言ってみたい。123、パチ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 、ありがとうございます。ムスビームさん、すでに見てくれていて嬉しいよ。あ、すでに見てくれていて嬉しいよ。さまざまな音楽を吸収して自分の音楽を作っていってくださいね。あ、嬉しいです、ありがとうございます、頑張ります。いろんな音楽していきたいなって思います。うぐちさん、あすかちゃん好きなの？あ、あすかさんすごい好きですかわいいし大好きです。あ、ダンスはみんな同じでした。裸足でサマーを課題で出されて、みんな同じのやりました。せんさん、くすっと笑ったモノマネ、あ、よかったですもーもーさん、川田ひなの太ったスティッチグッド、あ、ありがとうございます嬉しい。じゃあうぐさん、ほほう、あ、そうです、はい、裸足でサマーが課題で出されました。じゃあ、3曲目をやりたいと思います。ちょっと時間が、はい、みなさん、後ろのカーテン開くときたまにピーちゃんがパカッて真っ二つに割れる。あ、今も割れたそうですね、割れちゃうひでぼうさん、リクエスト曲は練習してる？あ、リクエスト曲はちょっと答えられるように頑張りたいと思います。すいません、まだ練習してないんですけど、時間があんまり取れないので、そうですね、練習できたらやります。ごめんなさい、できてなくて。うぐさん、ひめたんの方は？あ、ひめたんさんも大好きです、大好きですめちゃめちゃ大人なコメントやん。あ、
本当ですか。まだまだなんかトーク力も少ないので、うまく気持ちを伝えられることができないんですけど、はい、どんどん練習していきたいと思います。はい、じゃあ3曲目やっちゃいます。3曲目は欅坂46さんの二人セゾンです。カバーをやりたいと思います。実は乃木坂さんの帰り道は遠回りしたくなるっていう新曲も練習してて、やりたいんですけど、まだ著作権の管理の登録ができないので、まだできないんですけど、登録できるようになったら速攻やります。ちょっとお水を失礼します。じゃあちょっとギターを持ってきたいと思います。ググーさん、マジか。二人セゾンやります。ケイさん、パチ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 ありがとうございます。アルカミドーさん、おはです、おはです、あ、おはようございます。すごいですね、後ろのボード。あ、よかったです。このボードは親が作ってくれました、パワーポイントで。ありがたいです。サルさん、登録がいろいろ大変だね。あ、そうですね、登録しないといけないです。ふぐーさん、個人的にアンダーの日常が好きよ。あ、そう、アンダーの日常っていう曲があるんですかね。調べてみます。モーモーさん、帰り道は遠回りしたくなる、11月14発売だよ、すごい。あ、ありがとうございます。行動を見て練習してました。マシュミームさん、髪は長いので今度髪を下ろしたピーちゃんも見たいな。あ、嬉しいです、ありがとうございます。今度下ろしてみたいと思います。ウグーさん、22枚目のアンダー曲やで。あ、そうなんですね、調べてみます。ありがとうございます、教えてくださって。はい、じゃあ二人セゾンやりたいと思います。ちょっとお水を失礼します。皆さんありがとうございます。そう、まあ、はい、こういうのも理解できるように頑張ります。アルカミドさん、元乃木坂46さんの橋本奈美さんのないものねだり YouTube に載ってます、見てみそう。あ、そうなんですね、見てみます、ありがとうございます。じゃあ二人セゾン歌いたいと思います。はい、はい、じゃあうぐーさん、ないものねだり、ないものねだり神よ。あ、本当なんですね、見てみます、ありがとうございます。じゃあ歌いたいと思います、聴いてください、二人セゾン。
二人せぞ春夏で恋をして、二人せぞ秋冬で去ってゆく。一緒に過ごした景色よ、後悔はしてないか。道端咲いてるタソリも名前があるなんて忘れてた。気づかれず生まれても悲鳴をあげない存在。誰かと話すのが面倒で目伏せて聞こえないふりしてた。君は突然僕のイヤホン外した。What did you say now? 太陽が戻ってくるまでに大切な人ときっと出会える。見過ごしちゃもったいない、愛を拒否しないで。君はせぞ、君はせぞ僕の前に現れて。君はせぞ、君はせぞ日常を輝かせる。昨日と違った景色よ、生きるとは変わること。君はせぞ、ありがとうございました。ちょっと水を失礼します。うぐさ、てちが現れた。いや、そんなことないですけど、嬉しいです。てちさん大好きなので。ひでぼうさん、ありがとうございます。けいさん、ぴーちゃん超絶かわいい。ぴーちゃんありがとうございます、嬉しいです。サルさん、ライバルは小池のみーちゃんだね。え、いやー、ライバルと言えるような立場じゃないけど、頑張ります。ひでぼうさん、ポンプ、ありがとうございます。すいません、飛ばしちゃいます。一二三、パチ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 、大好き。あ、ありがとうございます、嬉しいです。ひでぼうさん、パチ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 、ありがとうございます。おこがまさん、ころまるありがとうございます。ころまる。くにけんさん、パチ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 、ありがとうございます。うぐうさん、パチ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 、ありがとうございます。モーモーさん、パチ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 、ありがとうございます。 TMI さん、パチ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 、ありがとうございます。嬉しいですTMI さん、セゾンやっぱりいいね。あ、嬉しいです、ありがとうございます。ソルさん、パチ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 、ありがとうございます。
時侍さん、いいね、透明感、パチ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 、あ、ありがとうございます、嬉しいです。ひよこだ、なんか憂鬱そうなひよこ。かわいい、ありがとうございます。チャメさん、パチパチパチ、ありがとうございます。ひでぼうさん、癒された、あ、ありがとうございます、嬉しいです。せいじさん、綺麗な声とぴったりな曲だ、パチ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 、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。けいさん、ぴーちゃんエモいです。ありがとうございます。ワンボーさん、喉や鼻が万全じゃない中うまく歌い切ったね、これもプロへの道。はあ、まだそうですね、完全にこうカバーできる能力はないんですけど、なんとかこううまく逃げ道を作って頑張って歌いました。もっともっと上手になれるように頑張っていきたいと思います。ウスビームさん、リズムキープされていて心地よく聞けたよ、あ、よかったです、ありがとうございます。まゆたろさん、はじめまして、あ、はじめまして、ぴーちゃんです、よろしくお願いします。私も茨城に住んでます。あ、そうなんですね、茨城、同じ茨城県民。頑張りましょう。ごめんなさい。かぼすだしさん、あ、ハートありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっとまだ対応力ができてないんですけど、そういうのも対応できるように頑張りたいと思います。はい、Kさん、ピーちゃんのスクデが好きです、よく聞いてます。あ、本当ですか、嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい。ソルさん、音が外れないのがすごいです。あ、本当ですか、嬉しいです、ありがとうございます。はい、じゃあモノマネ2回目したいと思います。じゃあ乃木坂46さんの松村さゆりさんのモノマネをしたいと思います。はい、じゃあ行きます。何でも知りたがるです。さゆりんごさんやりました。うぐさん、マッツンだと、あ、やりました。マッツン、かわいいですよね。吉本坂の MC もやってるから結構見てます。クラバさん、マニアック、あ、よかったです、マニアックモノマネなので。ありがとうございます。ぐーさん、唐揚げ姉妹、あ、そうですね、唐揚げ姉妹。唐揚げ。けいさん、細かすぎる、あ、細かいモノマネ、細かすぎるモノマネ出れるかな。坂道の基本、何でもやります。坂道モノマネ。もーもーさん、さよりんごのそれいい、いい、いい、ぴーちゃんマニアック、あ、よかったです。マニアック、どんどん定着してきて嬉しいです。エチニーさん、初めて聞きました、あ、そうですか。でも知りたがる、棒読みなんですよね、棒読み。
まゆたるさん、唐揚げ姉妹、唐揚げ姉妹やってみました。ソルさん、え、バラマニアックものまねやってみました。ゲイさん、こんにちは。あ、こんにちは、よろしくお願いします。うぐさん、吉本坂面白い、今度見てみるわ。あ、面白いですよ。はい、面白いです。あ、123さん、教えてくださってありがとうございます。カボスダチさん、あ、ハートありがとうございます。ソルさん、吉本坂はドキュメンタリーとして楽しんでる。あ、ドキュメンタリー面白いですよね。スビームさん、ところで最近のピーちゃんマイブームは何かな。マイブームなんだろう。ブーム、なんだろうな、マイブーム。ファッションだとロングスカートがマイブームですロングなのにハマってます。ケイさん、ポニーテールだね。あ、そうです、ポニーテールしてます。ウグーさん、イクちゃんとね、なんだろう教えてください。あ、かぼすだちさん、ハートありがとうございます。ぶんままさん、抜群かわゆいありがとうございます、嬉しいです。ふぶーさん、好きな食べ物とか。あ、好きな食べ物は果物と野菜と、あとはまあ果物だったら桃とか、あとは野菜だとあれ、野菜だとなんだろう、アボカドが好きです。アボカドフルーツなのかな、そういう感じです。トマトも好きです。で、あとは麺が好きですうぐーさん、生田絵梨花と松村さゆりで唐揚げ姉妹、唐揚げ姉妹面白いですよね。ウスビームさん、じゃあ俺もロングにしようとロングロン毛いいと思いますロングポニーテール、ポニーテールできるからカバスダチさん、好きな色は。好きな色は白とピンクとラベンダーです。ラベンダーなんですよ、紫じゃなくてラベンダーが好きですK さん、メミとマナモに負けないウインクお願いします。あー、ぶりっ子対決見ましたそういうのはあんまりやったことないんですけど123、お花摘みに行ってきます。あ、ありがとうございます。お花摘みに行ってらっしゃいムスビームさん、ロングスカートだよ、俺ありかなロングスカートいいと思います。ロングスカートかわいいですよね、ひらひら。 K さん、優勝ですありがとうございます。あ、じゃあそろそろ4曲目迫ってきたので4曲目やりたいと思います。4曲目はオリジナル曲の I Can We Can Do It という曲です。この曲は結構皆さん、あのスタートダッシュイベントから見てくださってる方は結構定番になってきててはい、今のこの瞬間は二度とないと思っているので、この瞬間を大切にしてほしいなという思いで作った曲です。はい、
123、お花摘みイコールトイレ知ってましたよね。え、そうだったんですか。お花摘みって星集めだと思ってましたトイレだったんですね。へえ、そうだったんですねスビームさん、え、いいの、スカートだよ。いいと思いますスカート。Kさん、あ、将来のこと、あ、あの、覚えててくださってありがとうございます。チリーさん、I can make and eat、 あ、ありがとうございます、頑張ります。センさん、I can make and eat、 待ってました、あ、嬉しいです、ありがとうございます、頑張ります。ちょっとお水を失礼します。ソルさん、アイドルはトイレに行かない代わりにお花摘みに行かれますそうですね、お花摘みです。はい、じゃあ歌いたいと思います。聴いてください、オリジナル曲の I Can We Can Do It。また消えてしまってすいませんでした、ごめんなさい。はい、あ、はい、ちょっと救世主が来ましたすいません。はい、はい、すいません、ちょっとバッテリーをつけます。あ、はい、ありがとうございました。はい、一輪さん、ピーちゃん通報の仕方は知らないですか。あ、してますえ、どうしよう。はい、でも、はい、大丈夫です
モンボさん、パチパチ、ありがとうございます。ケイさん、パチパチパチ、ありがとうございます。モンボさん、クマ、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。123、お菓子ありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんごめんなさい、ちょっと対応ができなくて。トゥルースさん、止まってますよ。止まってましたか。ありがとうございます、ごめんなさい、ありがとうございます。チニーさん、復活、ありがとうございます。復活なんとかできました。ウグーさん、ちょっと話した方がいいんじゃない、新参だから言える。ちょっと、はい、頑張ります。センさん、戻ってよかった、ご両親ありがとうございます。戻ってよかったです、あれ、はい、ありがたいです。ごめんなさい、止まってしまってすいません。一人さん、綺麗に見えていますよ。よかったです、ありがとうございます。中狩り体温計さん、もう動いたよ。よかったです、ありがとうございます。もももさん、ピーちゃん後半ずっと画面消えていたよ。そうだったんですね。はい、気をつけます、今後。常にバッテリーはつけておくようにしますね、これから。はい、チニーさん、判断はピーちゃんに お任せします。ありがとうございます。モーモーさん、12時まであと10分、頑張って。頑張ります。時侍さん、娘やな、対応せ迫るのは酷かもね。いや、そんな。ありがとうございます。せんさん、ぴーちゃんファイト、頑張ります。ありがとうございます。けいさん、いい歌です。ありがとうございます。もっともっといい曲にしていきたいなって思います。むすびむさん、ところでピーちゃんの名前はどこから来ているの？ピーチのピーちゃん、ピーチのピー、小鳥のピーちゃん。ピーちゃんの名前の由来はちゃんとあるんですけど、ピーちゃんっていうのは、今私はカゴの中の鳥だと思ってるんですけど、このオーディションでカゴから外に飛び出して、こう羽ばたいていけるような人になりたいなって思ったので、ピーちゃんっていう名前にしました。ちょっとお水を失礼します。という由来です。ソルさん、さすがピーちゃん、応援するよ。ありがとうございます、頑張ります。せいじさん、羽ばたきピーちゃん、羽ばたきピーちゃん。ありがとうございます。けいさん、ピーちゃんの歌車で口ずさめるくらい覚えました。本当ですか、ありがとうございます、嬉しいです。むすみむさん、なるほど、ありがとうね、いいよピーちゃん。ありがとうございます。そうですね、つけるからには、なんだろう、意味のある、ちゃんと意味のある名前にしたいなって思ったので、こういう名前にしてみました。はい、ちょっとギターを置いていきたいと思います。モーモーさん、あと6分、モノマネはある？あります。じゃあ、欅坂46さんのベリカさんのモノマネをします。ウィーウィー
です。モノマネやってみました。ルママさん、この曲大好き、めっちゃ良き、羽ばたけ。ありがとうございます。嬉しいです。羽ばたきます。頑張ります。なんか、そうですね、I can we can do it とか、スクールデイズとか、たくさん、いいって言ってくださって本当に嬉しいです。 K さん、パチパチパチ、アッパーアッパーんアッパー渡辺理香さん、ネタがいっぱいあって面白いですよね。と時侍さん、あら、よきよき、あ、よかったです。ありがとうございます。一二三、渡辺理香さんですね。あ、そうです、ぺーちゃんです。もーもーさん、催眠術にかかってる理香。あ、そうですね、催眠術にかかってるやつ。面白いですよね。ソルさん、ぺーちゃんならレボリューションでもいいかも。あ、じゃあやります、レボリューション。はい。やってみました。あ、クニケンさん、え、なんだこれは、モンブラン、あ、ごめんなさい、モンブランだ。ありがとうございます、モンブラン、くるくる。ありがとうございます。モーモーさん、アパワーも催眠術にかかってる時の理科だよ。あ、そうですね。アパー、手がわからない。アパー。ありがとうございます、教えてくださって。ソルさん、パチ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 、あ、ありがとうございます。セイジさん、レボリューション好き、あ、よかったです。最後にできてよかった、ありがとうございます。おけいさん、刃かわいい、あ、ありがとうございます。刃刃あるんです。一二三、レボリューションすご、あ、よかったです。レボリューション。ヨスビームさん、わら、レボ。笑ってくださって嬉しいです。いろんな、どんどんずいずい増やしていってるので。Kさん、くるくる、あ、くるくる。ありがとうございます。バッキュンさん、バッキュンです、初参加。あ、バッキュンさん、よろしくお願いします。初初めまして、よろしくお願いします。ピーちゃんって言います。K さん、中ドーン、ケホケホ。中ドーン、ケホケホ。面白いですよね、春日さん。あ、123、時間教えてくださってありがとうございます。今日は12時までなので、これで終わりになってしまいます。今日の、コメントも、あと、星もギフトも本当にありがとうございました。見てくださって本当にありがとうございました。あ、フォローお願いします。本当にありがとうございました。今日は夕方も、18時から20時まで2時間やるので、はい、ぜひ見ていただけると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。あ、書いてくださってありがとうございます。あ、夕方もぜひぜひ待ってます。バイバイ。あ、明日はまだ決まってないんですけど、夕方には言えるように決めておきます。はい、あ、頑張った。ありがとうございます。またね、今日は本当にありがとうございました。またね、バイバイ。あ、明日は、はい、後で言います。またね、バイバイ。夕方に。バイバーイ。
ありがとうございました。